そして次の駅で選手乗ってくるんですけども、最後の1個前、南長井駅、こちらに到着したところで試合は終了です。南長井駅到着で残っている選手が全員勝利です。さあ、すでにレスラーたちが再紹介します。メインの振りはディアナから井上治です。そしてサブの振りとして高木大地、郡司歩です。よろしくお願いします。まずは巨戦の真面目な選手の問題です。東北ジュニア編に決まったチャンピオン、東北ジュニア編に決まったチャンピオン
まだ退場選手はおりません。
いろんなところで技がかかっている。この技が抑えた初級選手入っております。行けー！
Yeah.
今日は2選手となりました。手を挙げていただきましょう。最後に今日も負けるか。まもなく到着します。優勝は今日の藤田君に会えます。今日は長い日に到着いたします。最後の選手、とんでもない自分の対決になりました。